ストレッチポールエクササイズシリーズ、今回はお腹引き締め編です。ではやっていきましょう。ステップ1、まずはストレッチポールをこのように縦に置いたら、その上に寝転がって骨盤をポールに対して水平にしておきましょう。で、足の裏しっかりと踏ん張って、膝と膝の間、拳一つ分にしましょう。そのまままっすぐ寝転がって、鎖骨長く開いておきましょう。この骨盤を安定させたまま行います。指先絡めて頭の後ろで手を組みましょう。肘は開いて鎖骨は変わらず長い状態です。このまま息をふーっと吐きながら、肩甲骨少し上の方まで持ち上げます。しっかり骨盤安定させて吸いながら戻す。口から吐いてアップ、吸って戻す、2戻す、3 4、肘開いた状態ですよ。5、腹筋の上の方を縮めましょう。6、しっかり息吐いて、9、10。ステップ2です。ももの裏を握ったら、グッと上体をさらに持ち上げて、肩甲骨もう少し浮かせていきましょう。このままももから手を離して、手のひら床を向けて指先遠くに伸ばしておきます。肩甲骨から腕全体でバウンドです。吐きながら1、2、3、4、5、吸います。吸う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 、吐く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 、吸う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 、吐く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 、吸う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 、吐く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 、吸う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 、ラスト2、3、4、5、吸う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 。はい、では戻ります。一度ゆる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 とお腹を緩めたら、このままステップ3です。手を T の字にして床を押さえておきましょう。骨盤は地面に対してニュートラルのまま、ここを保った状態で右足股関節から曲げて、右膝も曲げたまま足を上げてきます。股関節90度、膝90度、テーブルトップポジションです。反対も同じように、さぐらぐらしますが、ここしっかりと保ってください。足と足閉じましょう。ここでまずキープします。お腹使ってるのを意識して、90度90度、ピタッと止まりましょう。 OK、 では指先をちょん、右足からちょんと床をタッチして戻していきます。反対もちょんとタッチして戻す。股関節から動かします。息を吐いて、ふー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 、3 4 5 6。お腹疲れてますか？腹筋でコントロールして、9、骨盤は安定したまま、10、あと10回頑張りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10。足も一度ぴったりと合わせて、内ももを使ってピタッと、もも合わせた状態で両足を落として上げます。1、腰痛い方無理しすぎないでください。2、3、4、はい、
ホールからゴロンと降りたら、もう抱えて起き上がって、今度はこのポールを横にセットしましょう。横にセットしたら、この骨盤の少し上の方ですね、上の方、おへその裏あたりに置いて、手を頭の後ろで組んで、ピンと背中を伸ばします。ここでキープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ふー、前にもう1セット頑張りましょう。ピーッと伸ばすだけですごくお腹使うと思います。できるだけブレないように安定させるイメージでいきます。これラストです。最後頑張ってピーッと伸ばす、胸張って1、2、肘開いて3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ではお腹の前伸ばしておきましょう。ストレッチ、はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、地味なエクササイズなんですが、きつかったと思います。で、奥の筋肉を使うので、お腹の引き締めにとっても効果的です。春に向けてこうお腹をキュッと引き締めていくためにも、一緒に頑張っていただけるととても嬉しいです。今回のエクササイズが参考になったなという方は、いいねボタンやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。ではまた次回。